1回ドアではなくて、お席30分ごとに630円そういうふうになっています。で、お時間の間は店内の飲み物はい、というわけで岡山駅前に来てます。本町ですね。人結構いいな。結構なんかね、いますよね、なんかね。というわけで今日行くところはね、この後ろにあるんですけど、餃子屋さんですね。岡山結構ね、餃子屋さんめちゃめちゃ増えてきてるんですよね。餃子専門店、人吉六目堂と。人吉六目堂、どういう意味なんだろう。これ2階あるということで、ちょっとお邪魔します。初めてなんだよね。初めてです。結構話題になってました。結構シンプルな感じ。うどん。はい、皆さんで、どうぞ、お疲れ様でした。お願いします。お客で。はい、店長さんです。交渉しました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、当店はですね、料金設定がですね、お席、一杯ぐらいではなくて、お席30分ごとに630円というふうになっています。で、お時間の間は店内の飲み物はすべて飲み放題になっておりまして、こちらがビール飲まれる方、こちらですね。で、ついでいただいて、ビール以外はですね、あちらドリバーというのがあるんですけれども、左側からソフトドリンク、ハイボール、サワー、上に機能されるワインですね。で、右下に、梅酒や焼酎なんかもありますので、あちらの方を飲まれるときは、下の冷蔵ショーケースから取り出していただいて、で、左の氷を入れて上を飲むと。はい、先ほどのね、ちょっとまとめなんですけど、まあ、餃子専門店ということで、ね、乾杯してから、お席の、まあ、お席の値段が30分630円なんですけど、これがね、飲み放題の、料金が含まれているということで、乾杯してから、この630円が、発生してくるわけです。はい、営業時間はこちらですね。餃子専門店ということで、餃子がね、値段こういう感じになってます。タコワサとか本当軽くねつまめるような感じの感じですね。お通しの音です。箸もなんかあれですね。ザーサイになります。なかなか食べる機会ないんですけど、たまにラーメン屋さんでね、無料で食べれます。いただきます。はい、こちらがね、焼き餃子ということで、まあ、普通のシンプルな焼き餃子なんですけど、結構大きいですね。ちょっと前ラーメン屋さん行ったんですけど、もうこの半分ぐらいだったんですけど、やっぱ本格的なその餃子屋さんなんで、やっぱり納得のいく、サイズなんですよね。かなり大きいです。いただきます。ごま油の
香ばしい香りがあって、でそんなになんかその癖っていうのがないね、これ、うん、食べやすいです、うん、結構ね、ごま油のいい香りがしてますね。これ、6個か7個ぐらい入ってるという、いい色してますね。早速ありがとうございます。でもお店の勢いもいい感じでね、店員さんも丁寧なんで、なんかいつの間にか、ね、時間が過ぎちゃうっていう。ちょっといただきますね。おいごいごいごい、餃子のね、中身結構ね、大きい、もう肉感が強い、というわけで全部食べ終わったということで、最後のね、締めというご飯を、ね、入れていこうかなと思います。締めで、締めで、果たしてここでこれをやった人は何人ぐらいいるのかと。いないよね、いないよね。ちょっと胡椒がラーメンってやっぱ胡椒かけつけたりするんで、多分相性はすごいいいかなと。やっぱなんだろうな、餃子って結構濃い部類に入ると思うんですよ、油使って。で口の中結構ね、油っこくてしんどいんですよ。でも結構ね、この鶏ガラスープ使った感じでお米入れて食べると意外とすっきり、そんな塩辛いい味もしないんで、多分もうこのままで大丈夫かなと思いますね。ちょうどいい感じですね。完全に裏メニューというか、邪道な感じなのかな。なんですけど、まあ全然いけるかなと思います。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今日のまとめなのですが、はい、こちらのお店が飲み放題専門店ということで、初回にね、お通し300円必要なんですけど、席代、30分630円になります。もうこれがね、飲み放題の、プランが入っているということです。次にね、この焼き餃子ですね。まあ、これがね、注文を受けてから包んで焼くということで、本当にね、新鮮な感じで、本当に美味しく、お酒がね、進む、感じかなと思います。で、スープの方なんですけど、このスープ餃子ですね。スープ餃子は、やっぱりね、これは締めにいいかなと。すごいなんか、胃に優しいような感じで、いただくことができました。こんな感じでね、シンプルに見えて、実は、納得の内容です。ぜひね、一発目に、行くのもありかなと思います。ぜひ行ってみてください。それではありがとうございました。失礼します。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。